こんにちは。お部屋探しのお手伝い、ルムパです。今回も魅力あふれる物件、少し変わった物件、一押しのおすすめ物件まで幅広く紹介していきたいと思います。皆さんが面白いと思う物件を楽しく紹介できるように精一杯頑張りまして、気合が入りすぎだって。実はこんな出来事がありまして、今日は待ちに待った先輩との内見、仕事とはいえ楽しみだな。あ、先輩、お疲れ様です。あら、後輩君、お疲れ様。先輩、今日一緒に見に行く物件のことなんですけど。ああ、そのことなんだけど、急遽外せない仕事が入ってしまったから、後輩君一人で行ってきてちょうだい。一人でですか。いつも一人で行ってるじゃない。まあそうなんですけど。何よ、何か言いたげだけど。いや、何でもないです。そうと決まったら早速行ってきてちょうだい。はい、物件情報は。今日の物件についてはちゃんと調べて準備してあるわ。本当ですか、ありがとうございます。今回も誰もが驚くような物件を用意したから、あとは後輩くんの腕次第ね。なんだかハードルが上がっているような。後輩くん、頑張ってね。頑張ります、任せてください。というようなことがあったんです。なので今日も皆さんに楽しんでもらえるような情報を張り切ってお伝えしますね。では早速、今回紹介したい物件なんですが、物件資料によると螺旋状にお部屋が連なるメゾネットタイプの物件だそうです。そんな今回の物件、最寄りが豊島園駅になっています。豊島園といえば、最近新しいエンターテイメント施設ができて話題ですよね。またこちらの物件は練馬駅まで歩いていくことができるので、西武池袋線だけでなく大江戸線も利用できるんです。なので池袋も新宿も六本木も一本で行けちゃいます。2つの路線が使えるのはとても便利ですよね。そんな今回の物件がこちらです。落ち着いたブラウンの外壁で普通な感じがしますか。反対側から見てみると形が不思議なんです。見てください、特徴的でしょ。一体中はどうなっているんでしょうか。イメージが湧かないのでワクワクしますね。それでは早速物件を見ていきましょう。こちらのマンションは倉庫数が3個ですか。エントランスがなく、お部屋の入り口がそれぞれ離れているようです。また自転車はこのように家の前に停められるようになっています。部屋を出てすぐに置けるのはいいですね。反対側も回ってみましょう。ゴミ捨て場はこのようになっており、曜日ごとに決められたゴミを出せるようになっています。こちらにもお部屋がありますね。ですが今回ご紹介したいお部屋はこの先です。お待たせしました。こちらが今回のご紹介物件の入り口になります。早速入って見てみましょう。それでは内見スタート。お部屋探しはルムパ。今回ご紹介する物件は 1DK のお部屋です。デザイナーズマンションということもあり、中は個性的でおしゃれな作りになっています。玄関は仕切られていまして、少し狭めで収納スペースもないので履く靴を厳選しないとですね。まずは玄関入って左側から見ていきましょう。こちらはキッチンですね。壁の白いタイルにネイビーのキッチン台は色味がおしゃれですね。キッチンスペースは IH コンロ1台なので料理はしづらいかもしれません。ですが周りのスペースは広々していて作業はしやすそうです。上には換気扇がついています。シンクはこんな感じ。一人暮らしであれば十分な大きさかと思います。シンクの上には冷蔵庫用のコンセントがありまして、スペースも広々としているので冷蔵庫以外にも食器棚なんかも置けそうです。続いてキッチンの下の収納を見ていきましょう。こちらの棚は中に仕切りがあって高さも調節できるので使いやすそうですね。その隣にももう一つ収納スペースがありまして、こちらには排水パイプがあるので棚は設置されていません。ですがスペースは十分あるので収納ボックスを置いたり工夫をすればうまくキッチン用具などが収納できそうです。キッチンの横には外開きの窓もついているので濁りもこもらず換気ができそうですね。ちなみに窓はこちらにも
この景色は一体何なんだ。不思議な空間が広がっていますね。こちらについてはまた後ほど詳しく見ていきましょう。それでは皆さんずっと気になってたであろう。玄関入って右側の階段を登ってみましょう。一体登った先には何があるんでしょう。面白い形のお部屋ですね。こちらの階はリビングでしょうか。窓がたくさんついているので、全体的に光が入ってお部屋が明るい印象です。しっかりコンセントもありますよ。こちらのフロアには、先ほどまでとは違う大きな窓もついています。外の景色が一望できますね。こちらのお部屋にはエアコンもついていますし、収納スペースもしっかりあるので、基本的に生活の大部分は、こちらの階で過ごすことになりそうですね。こちらのスペースは洋服をかけられるようになっています。収納スペースに高さがあるので、布団をしまったりもできそうですね。こちらの扉を出るとバルコニーです。スペースとしては狭めですが、外の空気を吸ってリフレッシュするには、ちょうどいいのではないでしょうか。足元はちょっと怖いかも。高所恐怖症の人は気をつけて。それでは下に降りて、もう一つのお部屋を探索しましょう。キッチンにある階段の先にその部屋はあります。下がどうなっているのか、これもまた楽しみですね。おっと、階段が急なので、皆さん気をつけてくださいね。下の階はこんな感じ。いっぱい扉がありますか、一体何なのでしょう。若干透けて見えていますか。まずはここから開けてみましょうか。こちらは浴室ですね。白を基調としていて明るい印象です。スペースはそこまで広くありませんが、しっかり浴槽もついていますし、給湯器パネルももちろんついています。浴室が透けている分、開放感がある気がしました。続いてはこちらの扉を開けてみましょう。こちらは水回りですね。トイレと洗面所が一緒になっているタイプです。備え付けのトイレットペーパーホルダーもおしゃれですね。洗面台には鏡張りの収納棚がついていました。この打ちっぱなしのコンクリートの雰囲気と鏡の組み合わせ、おしゃれでかっこいいですよね。こちらも開けてみてみましょう。中には高さが調整できる棚が2つついていました。歯ブラシやコップはこちらに収納できそうですね。こちらの洗面台にはハンドソープが置けるスペースがあります。洗面台のその先にあるスペース、こちらは洗濯機置き場でした。変わった形のスペースなので、ぴったりはまる洗濯機を探しておきたいですね。また、こちらのお部屋は、トイレ、洗面台、洗濯機置き場が、すべて一緒になっているので、このように水が流せるようになっていると、何か水トラブルがあった時も安心ですね。洗面台と洗濯機置き場の間には、タオルなどが置ける棚がついていました。お風呂場には脱衣所がなかったので、こちらで着替えるのが良さそうですね。またこちらのお部屋にも、しっかり換気ができるように、窓が設置されていました。ではこちらがいよいよ最後の紹介です。扉を開けてみていきましょう。これってもしかして外？実はこちら、建物中央の共有部にあたる、中庭なんです。上を見上げてみると、天井はなく、空が見えています。こちらは他にも2つの扉があるので、他の居住者との交流の場にもなりそうですね。もし友人とみんなでここに住んだら、いつでも中庭で集合できて楽しそうだな、なんて考えてしまいました。以上で今回の内見は終了です。今回の物件は、螺旋状の変わった間取りで、中庭にも出られる、唯一無二なお部屋でした。メゾネット物件に憧れる、人とは被らない面白い物件に住んでみたい、そんな方におすすめの物件でした。このお部屋が気になる、実際に内見してみたい方はぜひ、概要欄からのお問い合わせ、お待ちしております。チャンネル登録と、高評価もしていただけると嬉しいです。それでは、次のお部屋紹介でお会いしましょう。ではまた。